こんにちは。今日は、インコちゃんを、赤星インコをお迎えに行きまして、部屋に連れて帰ってきたんですけど、インコちゃん、名前空吉って言うんですけど、空吉、なんか環境が急に変わってちょっと緊張しててですね、今そーっとしてます。ですので今日はあまり大きい音を出さないように、過ごしたいと思います。餌を全然食べないので少し心配です。動きません。ネットで調べたら、まあよくあるっていうか、まあ普通のことみたいなんですけど、前飼ってた赤星インコは家に連れてきたもう初日から餌バクバク食べてたもんですから、ちょっと今回のインコちゃんはですね、緊張しているみたいでじっとしてます。ちょっと明日一日家にいないので心配ですが、早く慣れてもらいたいと思います。それでですね、今日は静かにやります。備忘録アフターレッスン。昨日ですね、レッスンした中で、アクセントの練習をしている方がいらしたんですけど、こういうやつやってます。はい。それで見てるとですね、どうやらちょっと振り方がおかしいというか、まず右手の動きと左手の動き中の右手の高さと左手の高さが違うんですね。右手がですね、アクセント入れた後になぜかこうやって上がっちゃいます。これ前の動画でも、前って以前の動画でもちょっと言ったんですけど、なんかねこう上がっちゃうんですよ。それでこういう人すごく多いんですね。で特に左手じゃなくて右手が上がる人が多いですね。上がって1、2、3、1、2、3、1、ここで上がっちゃうんですね。右手がアクセント入れた後、ダウンストローク打った後に低いところで止められなくて上がっちゃうんですね。それでまずですね、片手ずつ練習しました。片手の動きは特に右手の動きはこうなんですね。タン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 。それでじゃあ右手のこのタン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 っていうのをやってみてって言ったらですね、やっぱりこれ上がってから、しかもこうなんか徐々にこう上がっていくんですね。1、2、3みたいな、1、2、3。で左手はちゃんとできてるんですよ。ただし左手はスピードは遅いんですけど、動きはちゃんとできてるんですね。これはこのアクセントのパターンに限らずですね、多いんですけど、右手の方がね、動きが悪い時があるんですね。動きが悪いっていうのは、簡単に言うとやり方がちょっと違うかなみたいな。なんか右手って、右利きの人の話ですけど、右手は自信満々なんですよ。俺は何でもできるぞみたいな、力もあるし持久力もあるっていう感じで、力んでても分かんないんですね。疲れないから、ちょっとしたエクササイズやっても。ところが、左手は力もないし、右手よりも器用さもなく、持久力もないということで、ゆっくりから練習、基礎の練習してる時にゆっくりからこう少しずつ上げていく段階で、すごい素直にですね、左手くんは上達していくんですよ。でその過程においてやっぱ右手優位が
ずっと続くわけなんですけど、ある結構速いスピードとかでこう長い時間とかやってると左手の方が疲れちゃうんですね。あ、間違った、右手の方が先に疲れちゃうことが多いんです。僕もそうなんですけど、右手は自分が思ってるよりも力んでます。しかも自分が思ってるよりもちゃんとできてないことがあるので、片手なんかエクササイズできないなと思ったらですね、左手の練習も大事なんですけど、右手の動きもチェックしてですね、もう一回ゆっくりから、少しずつテンポ上げてですね、動きを再確認してもらいたいですね。それで右手はそれでもわがままなんで、俺はなんでこんなできてるのにそんな動きを、左手の動きを真似してやんないといけないんだって右手は言うんですよ。そこをですね、なんとかこう解き伏せて、お前はできてると思ってるんだけどできてないんだよって言いながらですね、ゆっくりからもう一度こう作り直すと、動きを。それがですね、上達の近道かと思いますね。本当に右手わがままですから。で、まあ僕の場合ですけど、僕は右手はもうすごい、左手に比べて力も強いし持久力もある、とだすごい力んでるもんですから、僕右肩の方が上がってるんですよ。なんかやるときにこう右がこう上がっちゃう癖があって、これはですねよく言われるんですよ。今ちょっと言ってないですけど、合気道の時も、先生に言われましたし、空手でもこうおやーって、おりゃーってやった時にですね、前から見てる先生にですね、右が上がってるぞと言われて、鏡で見るとあ本当だみたいな。でこっち上がってると体のバランス悪くなるんで、プレーにも影響するんですね。だから僕もですね、気をつけて、やりたいと思います。いつもだいたい肩凝ったりするの右なんですよ。だから力んでるんですよね。でもちょっと痛くなっても右手ってできちゃうんで、なんかこう勘違いしちゃうんですよね。ドラムは本当にそういうことが多いんで、皆さんもですね、何かエクササイズ、ルーディメンツとかやってる時に左手ができない、左手ができないっていうのもあるんですけど、右手にもですね注目して、例えば右手の動きだけちょっとゆっくりからもう一回やり直してみるとか、チェックしてみるとか、こう高さが違わないか、これ前も言いましたけど、自分でこうやってる時って高さがあんまり分かんないですね。前から見てるとすごい右手の方が高いねって分かるんですけど、自分でやってるとあまり分かんない時があるので、ぜひですね高さとかもチェックしてですね練習してみたらいかがでしょうか。なんか外が大家さんの奥さんの声が聞こえますけど、気にしないでください。なんか今ちょっと外で近所の方とお話ししているようで、なんか結構聞こえますね。そういうわけで、今日はですね、僕の今日初めてお迎えした赤星インコちゃんがいるので、こうなんて言うんでしょう、あまりこうバシバシ叩かずに控えめにお送りしました。明日とか明後日にはもうインコちゃんも、環境に慣れて餌もバクバク食べてくれてるかと思います。どうもありがとうございました。